2、1、おはようございます。オブジェ。ここをキャンプ地とする。広げます。はい、いや、はきれんやろ。はきれんやろ、 5.5 は。じゃあこれでいきますよ。なにこれ、鬼軽いな、やっぱ。あの、怪我させっぽい。はい、もう怪我せず走ってるための戦法で。崩れすわ。トラック1番だっけ。じゃあ頑張りましょう。何番だったっけ。トラック多分3、あっちの方だと思うよ。ファンの方？ファンの方？いや、すいません、人気だけんな。8時45分から開会式が行われますので、スタート地点へ移動お願いします。お願いします。じゃあ取れてくるけん。うん、最高。大丈夫ですか。皆さん、おはようございます。Good morning! ダチャオ、ダガホ、ダケホ、サルバンパギ、サウディカ。今日は各国からお越しでございます。みんな仲良く走りましょう。また、今日は視覚障害者の方も走られます。伴走者を伴って走ります。ああ、なるほど。ぜひ爽やかな春のドット道、マジで一番乗んないただければというふうに思います。春のその紅に匂う桃の花、下出る道に出立つ乙女。ここ鳥取に赴任されました大友やかまち公の歌でございます。今日は皆様下出る乙女ではないですが、トレイルランナーたちが使ってるような、さっそうとしたランナーたち、それがこの鳥取のシンボルにもなろうかと思います。砂丘をはじめ大いに見ていただき、走っていただき、楽しんでいただきたいと思います。今、東京オリンピックも迫ってまいりました。我が鳥取県の誇る岡本選手が北海道まで来ました。あそこでやってるのか。今、東京オリンピック目指しています。みんな応援してます。また小林理子選手も北京経験者としてこちらにお見えになりました。ありがとうございます。これすごいな。今テレビでは NHK の伊達天が代表馬でございます。ぜひ皆さんも伊達天目指して走っていただきたいと思います。しかし伊達天ほど速くないという方も安心して鳥取は走れます。ここは沖合にイサイが立つみたいな、イカの量が盛んなんです。そんな鳥取ではありますので、イカ天が美味しい。イカ店目指して頑張ってください。どうもありがとうございます。名誉会長、梅干しとかかな、まあ、パンとかはある。パン取ってます。それでは本大会にご協賛いただき、押しドラップにした。いや、スタートアーチドラップ。マジで1キロほどのマジで Me too。 コカ・コーラボトラーズ社長、中国便営業部、あ、そう、コソチ、あれ、コソさんはトヨタ自動車国内営業部地区担当の橋本直樹様。あ、タイツ履いてますよ、タイツ。あ、それツータイムズよ。ツータイムズですよ。あいつだけ持ってるもん。いや、あれが欲しかったんすよ。3分14。ついにそれで 42.15 行くんすか。え、俺今2回ぐらい走ってるこれで。だって神戸と、そうか。神戸なんすか。神戸と松江。あ、3本目だよこれ。電池どうするんですか。え、持ってる。いつ買えるんですか。走りながら。だって15キロぐらいが目安かな。今ちょっとスタートして持ってるけど、もちろん2回変えるんですか。台湾証券鳥取支店支店長、はい、後藤誠二様。
マラソングランドチャンピオンシップの出場権を獲得されております。ランナーの皆さんに一言エールをお願いします。おはようございます。今日は皆さんと一緒に県庁までは走り、あと25キロのゴールで応援することになっています。私が言うのも怪我のないように皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。怪我大したことなかったんですか。うん、剥離骨折的な感じなのかな。続きまして北京オリンピック女子 5000m 日本代表で 1500m の日本記録保持者小林由里子さんです。ま、4分7とかだっけ。それでは選手の皆様にエールをお願いします。皆さんおはようございます。ございます。先ほどご紹介していただきました日本で一番 1500m は速く走ります小林由里子です。もう何言うとるねっていう話ありがとうございます。今日はですね、岡本選手とは実は10年ぶりの再会でして、10年前日本代表で国際駅伝で一緒に駅伝で出してる間、それ以来なんですよね。で岡本選手はそこからもうねめきめきとこうね日本代表する選手なんです。私は早くも引退しまして、今日は一番後ろからスタートして 42.195 のフルを走りたいと思います。後ろから応援してる。二番手に決めた。今日は口ばっかり動いてると思うので、どうぞ頑張ってください。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。ベストランナーの小林由里子さん、ありがとうございます。さあスタートの時間が迫ってきたんですが。あとその前に本日はスペシャルゲストにもお越しいただいております。現在放送中大河ドラマ伊達天で主人公の金栗四蔵を演じておられます中村勘九郎さんです。そうして皆様、あ、マジや、伊達天の人がおる。中村だって中村勘九郎、伊達天の人。イカ天です。あれじゃない、頑張りゆすけじゃなくて。そうですね、頑張りゆすけ、そう目指して、待って、自分のペースで。すごいな、サブサブつけて見えん、お話してください。応援しております。イカちゃん花やぞ、頑張らせはい、戻ってきた。メンタル、メンタル、優勝、優勝。僕は、頑張ります。帰ったら、いや、これ優勝したら、ちょっと応援してください。絶対落ちてくる。いや、ホスト、インタビュー受け取るじゃん、みたいな。やめてください、マジで。この後、皆様、めっちゃニヤニヤして。お送りしていただきたいと思います。メンタルって言いに来たよ。メンタル言いに来ましたね。メンタル言いに来た。今日相当自信ありますよ、これ多分。スタート地点への移動をお願いいたします。いやー抜きてー、高校生は遊歩道へ移動してください。すげー速そう、短距離速そう。ジャマイカのあれじゃない、あー交流。本当だ、ジャマイカ来てます。何分ですか。あと2分半。お、グッドラック、頑張ってください。あ、あの去年行ったの。一昨年じゃないですか。あ、そっかそっか。去年は多分鳥取勢じゃなかった気がします。キャプテン、くしゃみの声でかいっすよね。キャフン症。くしゃみってカロリーすげー使うらしいよ。一発で、一発で。大事なカロリーよ。今日寒さで持ってかれないんで助かります。最初はゆっくりかな。うん、でもね、ちょっとこっち側に行かんといけんけんね。キロ4でいいんじゃないですか、最初から。いや、キロ4より遅い。遅いよ、上りがあるじゃん。あ、まあ、上りはまあしゃあないし、うん、下りで3分、ちょっとぐらいで3キロぐらいで4分に落ち着きましょう、うん、元気やったら最後あげよう。多分ないっす。まあ俺はこの2人に引っ張ってもらえるだけね。ダメだよ、この位置ね。こっちでこっちね。いつぞやみたいです。いつぞや僕が死んでた時。俺この間ね。スタート S 席だけ1分前です。高いっす。スタート30秒前です。岡本選手おるの前に。あ、おった、あそこ。マジっすか。あそこおる。10秒前、9、8、7、6、簡単すんの。5、4、3、2、1、はい、
ートしました。皆さん頑張ってください。あ、みんな早いな。どうせ後で抜き返しますよ。これでも4分10なんだよね。何気に林原君もう前おるし。だって林原さん2時間40分狙って言ってましたよ。ああ、まあ18分台だもんな、もう。ちょっと前来てよ。もうきつい。あ、多分朝会った人の。あ、でも B ブロックなんだな。いや、俺の一個前じゃない？ナンバー。え？はい、出す。お願いします。キロ4ぐらいで走るんですよ。キロ4できます。ちょっとお疲れ様です。吉田さんと丸さん来られましたよ。本当ですか？いや、あ、そうなんですか。よっしゃ、うん、お、結構早いね、ペース。早いと思う。ああ。これ？え？もう緩やかだった。ああ。ちょっと25ぐらいかな。去年はドローンが飛んだったんだけどな。
ああ、入ってる。水門の方に着こう。状況まだ。まだ。不安定なんで。誰がですか。え？ですか。しばらくは単独だな。本当に一人いました。ツアーに来まして。おい。もういいよ、きつい。